もう過去の栄光って本当ただの思い出なんで、今と未来が幸せじゃなかったら意味がないので。30歳になってやりたいことが増えたっていうか、人生で初めて勉強したいなっていう欲が出てきたのが30代なんで、ようやく大人になってきたかなっていう気がします。まあ、サッカーのこともそうですし、まあ、将来的に指導者もやりたいので、そのことだったり英会話もやりたいし、パソコンもできないんでパソコンも勉強したいしとか、本当やりたいことが多くて、多すぎて何から手つけようみたいな感じですけど、少年？めちゃくちゃ昔の話ですね。とにかくサッカーが好きで、サッカーしかしてた記憶がないぐらいの少年でした。負けることが本当大嫌いでしたし、練習試合で負けて泣いてたし、本当に、いや、自分でもサッカー小僧だったなと思います。まあ、日本の国旗を背負って戦ってたわけですけど、もう僕が一人だけかなり年下だったんで、もう本当に憧れの人たちを目の前に必死にサッカーやってたって感じだったので、物おじっていうより もう楽しさしかなかったですね。怪我をしたことはもちろん辛かったですけど、でも本当の苦しみっていうのはその後に待ってたなって今すごく感じます。その復帰してから、サッカーが楽しくない、怖いって思ってしまってて、それは今まで本当に味わったことのない感覚だったので、1ヶ月2ヶ月とかじゃなくて何年間も続いてたので、その期間が一番今までの人生の中で苦しかったなと思います。自分の中で大好きだったサッカーがそう思ってしまうっていうのがすごい悔しくて、それが一番辛かったですかね。大切なのは過去じゃなくて、今をしっかり生きて未来を変えることっていうのが湘南に来て教わったことっていうか、大切にするようになった言葉が、大切なのはいつも今って言葉なので、当時は昔の自分に戻りたいって思ってて、でも湘南に来て、お前それは絶対に無理だと、新しい自分になれって言われて、初めて、あ、そうなんだって思わされたのはすごく自分の中で大きくて、新しい自分を探さなきゃいけないなって思えて、新しい自分に向かって歩き出せたのはやっぱり湘南に来たおかげかなと思います。2016年の天皇杯の試合の前に、この試合でお前の契約を
来年するか決めるからって言われた試合があって、で普通そこで、ああこれでダメだったら俺もう湘南にもいられないし浦和にもいられないんだろうなって思うところだと思うんですけど、なんか逆に吹っ切れて、あもうこれでダメでもしょうがないから楽しくやろうと思って、その試合で2点入れて、で湘南に残らせてもらって、本当にそこから自分のサッカー人生がまたスタートしたと言っても過言ではないかなって思う一試合が2016年の天皇杯でした。もう一度戻ってきたって多分他の人とか周りの人は思ったと思うんですけど、もう一度帰ってきたっていうよりは、もう本当に1回目来た時は自分が良くなってもう一度裏でチャレンジしたいって気持ちで来てたんですけど、もう一度帰ってきた時にはもう湘南の中心としてプレーしなきゃいけないっていう気持ちで、新たな気持ちだったんで、僕はまたどうせって思われるのが嫌だったんで、僕は10番にしますって言って、もうそこでもう10番背負って生半可な気持ちじゃないっていうのを他の人にもアピールしたかったし、自分の行動で自分の心に言い聞かすってこともありましたし、そういう経緯で10番にしたんですけど、もう笑い話ですけど、浩二さんその後、お前あそこで10番じゃないって言ったら取らなかったって言われて10番って言ってよかったと思いましたけど、まあでも10番にすると決めてたんで、まあそれぐらいの覚悟で来てたんで、もう一回帰ってきてどうっていうよりは、新たなもう本当にチームの中心としてやらなきゃいけないという気持ちで帰ってきました。自分のことをそのサッカーできてない時に支えてくれてた人のためにもう一花咲かせなきゃいけないっていうのはずっとその時から思ってて、応援してっていうか支えてあげられてよかったなって思ってもらえるまでやり尽くさなきゃいけないなっていうのが今の自分の原動力というか一番のモチベーションです。正直僕のいい時と悪い時を支えてくれてるサポーターっていうのは湘南にも多いですけど浦和にも結構多くて、まあ湘南のチャンネルでこれ言うのはどうかもしれないですけど、そういう浦和で僕のことを応援してくれた辛い時もいつも支えてくれた人にも届けなきゃいけないと思ってるんで、まあそこだけは僕は垣根なく恩返ししなきゃいけないなってすごく思います。今子供も2人いるので、子供たちにもお父さんが必死にやってたことを覚えてもらえるように、うん、やっぱり子供たちとか家族っていうのは自分の支えというか、辛いことがあっても家に帰るとやっぱり笑顔になれるんで、もう本当直近の試合だとこの間ルヴァンのプレーオフステージ第2戦で1対4で負けてちょっと落ち込んで帰った時に、パパ4対1で負けたんでしょってすごい嬉しそうな声で言われてうん、悔しくて帰ったんですけど、ちょっと笑顔になっちゃったっていうか、まあ、サッカー選手である前に一人の人間であって父親であるんで、その家族をやっぱり笑顔にできないようじゃダメだと思うので、まずはそこを笑顔にして周りの人を笑顔にできたらいいなと思います。今どうですか？楽しいですか？楽しいですね。楽しいし充実してます。苦しいこともあるけど充実してます。今を生きてるなって気がします。